はい、サブドラです。ね、さっきねゼロニュースゼロを見とってね、原口選手の特集がやってたんでね、あの原口選手のことを語っていこうかなと思って、うん、阪神原口選手ね、2009年ドラフト6位で、阪神タイガースに入団してね、その後腰の怪我であったりとか等でね、2012年オフ育成契約となるんですけどね、その後ね、あの支配下に復帰して、うん、代打の神様というかね、2018年シーズン、檜山慎二郎さんが持つ代打ヒット記録ね、を更新してね、見事な活躍をしましたけど、去年の暮れ、うん、12月かな、に大腸がんであることを公表してね、そこから懸命なリハビリ等を得て、今年の交流戦ロッテ戦でね、あの見事な代打でタイムリーを打って復活して、6月9日の日本ハム戦本拠地甲子園球場ではね、見事なサイクルヒットを打って、皆様の感動を呼んだプレイヤーといいますか、ほんまに、うん、勇気や希望を与えてくれるような選手でしたね。選手でしたというか選手ですよね、うん、いやほんまにね、原口選手はね、不屈の闘士といいますか、それがね、ほんまに応援歌に現れてるんですよね。原口選手の応援歌、何度ね、苦難が待ち受けてても這い上がってね、鍛え抜いた日々、うん、そういう日々っていうか、そういうのが応援歌に乗ってるというかね、うん、いやほんまに感動するというかね、なんと言いますか、ほんま原口選手なしじゃね、阪神タイガースはないと思うから、うん、もちろんね、梅野選手が正捕手っていう形でね、あのキャッチャーとしての出場は難しいところもあるかもしれないですけどね、ぜひキャッチャーじゃなくてもね、ファーストでもいいと思う。本人はね、キャッチャーがもちろんいいっていうのは分かってますけど、原口選手が、ね、出ることによってね、一人でも多くのね、苦しい人たちにね、勇気や希望を与えると思うし、苦しい人たちじゃなくてもね、まあ、こんな言い方失礼ですけど、うん、苦しい人たちじゃなくても、あの普通の人でもね、勇気や希望を与えてもらえるプレイヤーですしね、無理はせずね、一層のね、ご活躍を期待したと思ってます。ということでね、原口選手の応援歌歌ってきたと思います。ほんまに歌詞が素晴らしいんですよ。もう原口選手に、ね、ぴったりの歌詞というか、もうこれ以上ね、何もないことを願いますけど、ほんまにぴったりの歌詞なんですよね。それでは歌っていきます。ここに立つために鍛え抜いた日々を、原口のすべて見せろ、狂わせろ、かっ飛ばせ原口。ここに立つために鍛え抜いた日々よ、原口のすべて見せろ、狂わせろ、かっ飛ばせ原口。いやほんまね、来シーズンもね、できるだけ多くの試合をね、観戦しに行きたいと思ってますし、原口選手がね、活躍することを心より願ってます。それでは頑張ってほしいと思います。以上で今回の動画は終わりだと思います。ありがとうございました。原口選手、頑張れ。